ちょっと門の前で写真撮りましょうよ。どこから？あの橋の。ロース。ロース。ご紹介します。カンペンさんのアースマラソンサポートクラブのサイトにセルビアからのメンバー2人いるんですけど、僕と彼女です。わお。え？メンバー？メンバーです。山崎くんがメンバーだったことが驚きだわ。これでカンペンさんと写真撮りたいって。ああ、じゃあここで撮りましょうよ。よかったよ。よかったよ。はい。ちょっと危ないね。ここのニッシュの写真です。はい。はい。はい。ちょっと待ってください。行きますよ。3、2、1、スマイル。はい。お名前は？お名前はアレキサンドラ。アレキサンドラ。ええ名前やん。で彼は？ネイマニャ。ネイマニャ。彼氏？彼氏？いや大学同じで、カンペンさんが来るって話を聞いて一緒に来てる。ありがとうございます。今晩はもうメンバーになってます。ありがとう。3人目のメンバーになってる。セルビアメンバー。ちょっとあっちから撮った方がいいんですね。渡って全体が入る。アレキサンダー。アレキサンダー。いいですか。危ない。危ないよ。アレキサンダー。なんで日本の旗持ちながら。あ、いいですね。はいはい、ここでいいです。ここで。いい。ここアレキサンダー。おお。アメマ。はい、行きますよ。はい、3、2、1、スマイル。はい。はい。これブログに載りますよ。日本語ブログ。オッケー。ここに住んでんの？ニッシュ出身。あ、そうなんや。本当にもう来るって分かってた。あ、僕朝書きましたもん。今日ニッシュ到着しますって。ああ、書いて。はい、ありがとうね。本当ありがとうございます。わあわあわあ。これなんでどないしたの？これはもともと僕が持ってた。お前ずっと持ってた。いいやねお前。全然知らなんだわ。隠しとったんや。隠してた。メンバーだっていうことも隠してましたから。SNS のメンバー。だって見て。入ってないよメンバーに。完全に入ってないよ。香港さん絶対入ってないよ。香港さんどころか。カンペンさんも入ってない。あ、俺も入ってないよ。俺も入ってないよ。そうですか。そういうことで。はい。どうだ。日本語は？日本語は全然できない。全然できない。てか、この門の説明一切まだ聞いてませんけど、大丈夫ですか？まあカンペンさんが、ニッシュの町へ到着しました。で、これ、この門がこの町を象徴するものです。はい、あ、これが、はい、イスタンブールの門って言って、もともとここが要塞で、17世紀に建てられた要塞で、まあ、イスタンブールというか、オスマントルコの領土をオーストリア・ハンガリー・テックから守るためにトルコがここに要塞を作って、中にモスクとかトルコ風呂とか軍の、基地とかを置いて、こういう立派な門を作って、こちらの門はイスタンブールに面して。あ、ということはもうこっちからはイスタンブール、はい、イスタンブールはどっちなの？こちら辺ですけど、え、もう向こう向いてるやん。まあ、まっすぐ向いてるんですけど、イスタンブールの道はここから始まって、ここから始まって行くと、で、裏側にはベオグラードの門ってあって、まあ、ベオグラードに向かってると。はい、はい、で、もともとはこの要塞の、場所に、1700年前に、ナイススというローマ時代、その町はもう294年に自治都市として、すごく素晴らしい大きなローマ時代の町。その町
に生まれたのがコンスタンチヌス帝で、これから寛平さんが向かっているイスタンブールはコンスタンティノポリスと言われて、あのコンスタンチヌス帝の町なんです。なるほど。そこが、後から東ローマ、そこも通ると。そこも通る。わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてのところ行きましょうか。はい、次はこっちだね。はい、行きましょう。広場があるんですけど、うん、馬に乗ったあの、銅像が、弊社の銅像があって、それは銃獲得像っていって、馬銃獲得広場にあって、自由か、フリードム、はい。で、その銅像は、その第一次セルビア放棄、トルコに対する攻撃と、トルコから獲得した年が記念されて、あとはあの第一次世界大戦の、オーストリア軍の勝利を、記念する銅像やねんな。そこを左に曲がって、まあ、骸骨塔へ行きます。オッケーです。行きましょう。はい。